熊本桜町バスターミナル。熊本桜町バスターミナルは、熊本県熊本市中央区桜町にあるバスターミナル。九州産業交通ホールディングス傘下の九州参考ランドマークが運営する。1969年昭和44年3月5日に、熊本交通センター、熊本交通センター、都市計画法に基づく都市施設名称。 1967年、昭和42年4月18日都市計画決定は、熊本都市計画自動車ターミナ、熊本交通センターバスターミナルとして開業し、熊本市桜町一帯の再開発事業に伴い2015年、平成27年9月30日をもって、一旦閉鎖、2019年、令和元年9月11日に、熊本桜町バスターミナとして、 再開業した。本項目では、旧、熊本交通センター時代、並びに2015年から2019年の間に、近傍に設置されていた仮バスターミナルを含めた、状況について記す。熊本市の中心市街地に立地する、日本最大級規模のバスターミナルで、熊本県内の高速バスや路線バスの拠点となっている。九州参考バスとその子会社である。 参考バスをはじめ、熊本電鉄バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バスの路線バスが発着し、熊本都市圏のバス路線網はこのバスターミナルを中心として放射状に広がっている。他県と熊本市を結ぶ高速バスも乗り入れている。JR 九州熊本駅が中心市街地より西側に位置していることもあり、 バスの交通結節点と鉄道の交通結節点が異なった場所にある。熊本駅とは熊本市電やバスなどで相互間の移動が可能である。市電の最寄り電停は唐島町電停である。敷地全体が商業施設、ホール、ホテル、分譲マンション、バンケット、シネマコンプレックスなどの複合施設、桜町熊本、商業棟は地上5階、 地下1階建て、住宅、ホテル棟は地上15階建てとなっており、その1階部分、一部機能は2階の中央約3分の1のエリアが桜町バスターミナルとなる。バスターミナルの構造としては、ターミナルエリア全体のバス通行帯を囲むように、島式ホームを含む3本29面のプラットホームが設けられており、バスは熊本城川、県北東部、 熊本市役所方面と島公園側、県南西部、熊本駅方面の2方向から出入りする。旧、熊本交通センター時代に比べ若干規模は縮小された。旧、熊本交通センター時代と同様、運行事業者に関わらず同一方面の系統は、同一ホームから出発する方式となっているが、案内上の系統の仕分けは、旧、 熊本交通センター時代から変更されている。乗り場はすべて自動ドアによるホームドアで仕切られており、待合時の安全確保と排気ガスから守る環境保全に一役買っている。バス通路に平面横断エリアはなく、バス通路内は全面横断禁止となっているため、中央の島式ホーム、青ホームに行くには桜町熊本の2階コンコース、または 地下1階連絡通路を経由してエスカレーター、または、レベーターを利用する必要がある。島式ホームの上層部にあたる2階桜町、スクエア内には、定期券、各種乗車券発券窓口をはじめ、発着案内、小荷物受付などの窓口を備えた参考、バスウビスセンター、高速バス予約センターなどが入る総合案内所が設けられている。 2019年10月現在、乗り場は1階、案内所は2階に設けられている。乗り場は、方面別に赤、青、緑の3ホームに分けられている。なお、9から13番、22から23番、27から29番は、校舎専用ホームとなっている。運行会社の表記は、下記の通り、なお、熊本桜町バスターミナルの開業に合わせ、 熊本都市圏のバス案内番号、系統表記が従来の漢字一文字数字からアルファベット数字に変更されている。日の国2号、スーパーノンストップ便以外の系統、霧島号、鹿児島県側運行事業者便、天草号、人吉号は桜町バスターミナルが始発、終着となる、他は、西武車駒は熊本駅前が奇襲店。なお、 天草号は、熊本駅前経由。熊本交通センター開設以前は、それぞれのバス会社で発着場所が異なっていた。1967年、昭和42年3月に、市内、水前寺地区に移転した熊本県庁の跡地を利用して、1969年、昭和44年3月5日に開業した。当初、九州産業交通が、 主に出資する株式会社熊本交通センターが営していた。同センターには上記4社局、九州産業交通、後の九州三工バス、産工バス、熊本市営バス、熊本電鉄バス、熊本バスが一斉に乗り入れを開始。当初、その中で熊本バスは新市街に独自のターミナルを所有していたため、ごく一部の路線しか乗り入れていなかったが、 後に全路線が同センター主発議として乗り入れるようになる。2009年4月からは、熊本市営バス路線の順次民間移常を目的に、県内事業者3社が共同出資して発足した熊本都市バスが新たに乗り入れるようになった。2015年3月に、熊本市営バス路線の熊本都市バスへ、全路線移常完了とともに、熊本市交通局はバス事業から撤退した。 1973年、昭和48年1月20日から同年10月19日まで、大幅リニューアル工事が行われ、同年10月20日の岩田や伊勢丹ショッピングセンター、後の県民百貨店開業と合わせてリニューアルをオン、した。またこの時、ホームにカラーペイントが施された、1番乗り場、オレンジ、2番乗り場、ブルー、3番乗り場、ブルー、4番乗り場、イエロー、 5番乗り場、グリーン。6番乗り場、グリーン。かつては、当センター開設当初から書く、プラットフォームごとには、事業者別に分かれており、それぞれの事業者に応じて、乗り場を設けていたが、1994年に施設、大規模改修工事が行われ、これを機に、事業者関係なく行き先別に乗り場が変更された。これに合わせ、過去には、事業者ごとに、 独自で設けられていたバスの系統番号も全社を通して行き先別系統が割り当てられ全社方向幕が一新された。2000年平成12年3月に九州三考の経営再建のため熊本交通センター株式の内熊本市西日本鉄道西鉄などの保有株部分を九州三考がすべて買い取り九州合併した。2006年 平成18年4月以降は、HIS 参加となった九州産業、交通ホールディングスの子会社、九州産高ランドマークによる運営となった。ターミナルビル正面玄関の県民百貨店側には、高い屋根を備えたセンターコートと呼ばれるイベントスペースがある。広さ44平方メートルで、天候に関係なく様々なイベントが行われていた。 ビル1階には、切符売り場、待合室、売店、喫茶店、ファミリーマート、プレイガイドがあった。3階以上は、熊本交通センターホテルがあった。ターミナルビル及びバスターミナルの地下は、バスターミナルのホームカムを移動するための通路を兼ねた、熊本交通センタープラザと呼ばれる地下街があった。ターミナルビル内にあるエレベーターは、これらの施設に直結しており、 一般客とホテルの宿泊客が共用していた。また近いから2階までを結ぶエスカレーターがターミナルビル内とセンター向側に設置されていた。4本36面、乗車28、降車8のプラットフォームを持ち、規模は日本最大、開業当初は東洋1だった。1日の発着便数は約5700便で九州1であった。 発着枠はすでに限界に近づきつつあると言われており、特に高速バスなどにおいて、複数のバスが一つのバースで重なるようにして停車して、客待ちする光景が見られた。2000年代に入ると、熊本交通センターを含む桜町一帯の再開発構想が持ち上がっていたが、右与曲折を経て、2012年に再開発計画を発表。伝統と歴史を継承する。 新たな交流拠点、熊本、新城下町をコンセプトに、延べ床面積は13ないし14万平方メートルの規模となること、バスターミナルは従来同日平部に設置されるが、従来のものよりもコンパクト化され、乗り換えの際の移動距離を短くし、バリアフリーにも対応した設備となることが明らかにされた。再開発に向け、県民百貨店は2015年2月末に、 交通センタープラザセンターボールは、同年3月末に、交通センターホテルセンター駐車場は、同年6月末にといった、併設の店舗は順次営業を終了し、同年9月末日をもって、当センター、バスターミナル、旅行センターは閉鎖された。その後、順次解体工事に取り掛かり、解体工事終了後新施設の建設が始まった。なお、 バスターミナルに関しては既存のバスターミナル閉鎖から新施設完成までの間、東側の指導、通称シンボルロード NHK 熊本放送局、花畑広場230メートルの地点に23カ所の乗降場所を設けた仮バスターミナルが設置された詳細工述。2016年4月の熊本地震で耐震性を中心に設計の見直しが行われて、 完成予定が遅れ、さらに完成間近の2019年6月26日と7月8日に2度の火災が発生し、工事を一旦中断した時期もあったが、その後は安全性が確認され、開業には支障がないと判断されたため、これらの復旧を含めた工事は再開し、同年9月10日には無事竣工を迎えた。新施設完成後はバスターミナルの名称を、 熊本桜町バスターミナルに解消された。理由として、熊本県民からは長らく、熊本交通センターは、熊本県内最大のバスターミナルとして親しまれいる。一方で、県外や外国人旅行客などからは、バスターミナルであるという認識が低く、その煩わしさを解消するため、地区名である桜町とバスターミナルを組み合わせることでより分かりやくするためとしている。 これによって、約半世紀以上にわたって使われ続けた、熊本交通センターの名称は、新バスターミナル共用開始と共に姿を消した。また、商業施設の名称は、桜町熊本、桜町熊本に決まった。2019年9月11日にバスターミナルを先行開業し、熊本桜町バスターミナルとして運用開始。 同年9月14日午前10時より、桜町熊本として、セレモニーと共に全面開業したあた。なお、桜町熊本のオープンに合わせ、この日は、熊本県内のバス、電車が全路線終日無料、空港リムジン、県外向け都市間、バス並びに、JR や一部運行事業者の路線は、対象外運行された。これに要した経費はすべて、 九州三高 h d が負担する。前述の桜町一帯再開発事業に伴い、従前のバスターミナル閉鎖に合わせ、2015年10月1日より、これまで指導として使われていた、市民会館、シアーズホーム夢ホール前交差点から、唐島公園前交差点までの220メートルの、区間、県外高速、特急バスや空港リムジンバスは、電車通り沿いに、 カリバスターミナルが設置されていた。このため指導としては2015年9月6日に廃止され、一般車の通行ができなくなった。各乗降場には、簡易屋根を設け、仮称花畑広場、旧三分解館跡地の一角に、定期券、各乗車券等の発見窓口、参考バスサービスセンターを含む総合案内所を備えた待合施設が、 NTT 西日本熊本支店前には待合スペースがそれぞれ設けられていた。再開発事業主体である九州参考グループが熊本市から一帯の敷地を優勝で借り受けて整備されていたもので、新施設が完成する前日の2019年9月10日まで約4年間運用され、熊本桜町バスターミナルとして新施設に移転後、バスターミナルとしての役割を終えた。 今後、カリバスターミナルとして使用されていた、旧市道の区間は閉鎖され整備のための工事に着手し、かつての展開場部分は公園として整備されるとともに、旧市道部分はシンボルプロムナードとして誘導化される予定となっている。1994年に公開された映画ゴジラ VS スペースゴジラでは、劇中に熊本交通センターが登場し、 ゴジラと共に映っているシーンがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。